ゆりいちチャンネル。こんにちは、ゆりです。いちです。ゆりチャンネルです。今回は前回すごく好評だったプリクラ企画の第2弾をやっていきたいと思います。よいしょ、今日は何のプリクラで撮るのかな。前回紹介した後から結構新しいプリキが出て、最新のプリキがすごく盛れると話題になっているので、今回はそのプリキで撮っていきたいと思います。これがこちらのプリクラになります。じゃん、これ以上可愛くなってもいいですかっていうプリクラですね。決してこれ側というんですけど、早速撮っていきたいと思います。皆さんこんにちは、ゆりいちチャンネルのいちろです。先ほどのオープニングで表面ではプリクラの第2弾企画をやる予定だったんですけど、実はですね、これには裏の企画がありまして、ゆりなにドッキリサプライズを仕掛けていきたいと思います。よいしょ。イエーイ。というのも、いろいろドッキリを仕掛けられたから、何か俺もドッキリを仕返さないといけないなと思いまして、そのドッキリの内容なんですけど、今からプリクラを撮るときにいろんなプレゼントを渡そうと思ってます。ドッキリサプライズです。それでは早速裏企画行ってみたいと思います。レッツゴー。背景どうしよう、ノーマルないのかな。ノーマルはなさそうだね。ね、ピンクか白どっちがいいと思う。白。じゃあ白で、この真っ白のやつで撮っていきたいと思います。大成功でした。イエーイ。いやー、仕返しできたよ、やっと。ゆりなはドッキリで騙しちゃったのに、こんな嬉しいドッキリでいいの。まあえ、本当にびっくりした。こんなサプライズされるの初めてで、周りに人がいてからあんま大きい声とか出せなかったし、リアクションも下手くそだと思うんですけど、内心すっごい嬉しいです。そんなびっくりしたもんね。誕生日からも結構時間経ってるし、記念日でもないから、日頃の感謝の気持ちを今日こういう風にドッキリっていう形で、うん、できてすごく良かった。ありがとう、本当に嬉しい、うん、改めてプレゼントがディズニーのチケットと手作りのアルバム、そしてリング、リングピンキーリングをもらいました。そう、今度ね、東京ディズニーランドに行ってくるんで、またそれも近々動画でできたらと思います。楽しみ。ずっとユーナがディズニー行きたいって言ってたから、え、本当に嬉しい。もうこれ渡すしかないなと思って。だけどさ、手作りのアルバムもすっごい嬉しい。もらうのも何回目だろう。結構よくくれるんですよ。いやー、ありがとう、宝物にするね。ということで、今日はドッキリサプライズでした。またこういうドッキリを仕掛けていけたらなというふうに思います。え、こんな嬉しいドッキリばっか。いや、違うよ。えそれでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、もしよかったらフォローよろしくお願いします。それでは終わりますか。せーの、バイ。
バイバーイ。